こんにちは、はじめ社長です。今日はこちら、もうちょっと開いちゃってるんですけども、こちらのだるま落とし、うわー、たくさんだるま落としを買いました。これも知らない人いないでしょう。日本の伝統的なおもちゃですからね。こういう風にだるまを立てて勢いよくだるまの頭を残してどんどん崩していくやつです。あ、ゲームオーバー。虹の矢と24617体か。ちょっともろ20個のだるま落としを準備しました。俺は何をするか分かるか。みんな、ただのだるま落としをしても楽しくない。楽しくないことはない。ちょっと面白い。俺は思った。だるま落としをもしものすごい高さでやったらどうなるのか。なんかね、やっぱね、重くなると思うんで、意外と簡単かもしれない。カン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 すぐいけるかもしれないんですけど、実際にやってみないと分かんないんですけども、とりあえずこの20体のだるま落としを使ってすごい高いだるま落としをやってみようと思います。いや、結構胸躍ってます。では行こう。とりあえず頭は全部いらないから、このドーナツだけをとりあえず重ねて高くしていきましょう。バランスが大事。ここで倒れるようなことがあったらゲームにもなれないですからね。これまず細心の注意を払わないとやばい。ちょっと待って、硬がってるよね。どこがおかしいんだろう。でも絶対硬がってるよ。あー、今絶対硬がってたよ。もう一回。バランスが悪い。なんで？ある程度の高さまではいけるんですけど、途中まで行くとバランスが悪くなってくる。もう結構職人技ですからね。これめちゃくちゃ多分すごいと思います。この高さになると基本立たない。まだ積む？まだ積む？まだ積む？もうよくね？もう十分だよ。もう一個だけ置いてみようか。もう一個だけ置いてみます。あれあれ、もう一個、待って、もう一個置くか。これ以上乗せるのは無理な気がしてきた。あれ、俺天才かな。待って、でもこれ以上はマジで無理。これ以上は無理ですね。もうちょっと頭を置かせてください。やべえ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 。いや、難しいよ。さっきのはね、かなり奇跡のレベルだったと思う。めっちゃ綺麗なのにこんだけ傾くんですよ。一回これでやってみるよ。3、2、1。ひとまず天井目指そう。天井まで行けば何かが変わるかもしれない。すごくね、結構。